メリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地付属航空博物館に展示されている X-32B 試験飛行中の X-35C 統合打撃戦闘機計画はアメリカ合衆国、イギリス、カナダ、及びそれらの同盟国の広範囲に及ぶ既存の戦闘機、戦闘攻撃機、対地攻撃機を置き換える開発、取得計画である。 アメリカの F-16、A-10、海、A-18、AV-8B、および、イギリスの C ーハリアー、カナダの CF-18 などを含む多種類な戦術航空機を代替する新型機の開発計画である。ほぼ同一の機体構造を用い、基本型でも、ある通常離着陸機、空母艦載機、短距離離陸、 垂直着陸機という3つの派生形を製造する計画で、ボーイング X-32 とロッキードマーティン -35 との開発競争の結果、最終的な設計には X-35 に基づくものが選ばれた。これが現在開発中の回 -35 である。開発はアメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、トルコ、オーストラリア、ノルウェー、 デンマークにより共同出資予定である。2009年4月6日にロバート・ゲイツ国防長官はアメリカは合計2443機の JSF を購入する予定であることを広告した。また、海 -16 採用国での導入も見込まれており、最終的な生産数は5000機を上回るとされている。一方で開発費の高騰、開発の遅れが問題となっている。 1990年代、アメリカ合衆国では、各種の戦術機を運用していた空軍、海兵隊において運用する航空機がゆくゆくは更新時期を迎える予定であることから、それらの後継機となる機体を開発する必要が生じ始めた。また海軍においては A-6 環状攻撃機の後継の A-12 の開発や NATF の開発がキャンセルされたことから、 その代替プランを求めていた。このように、アメリカ各軍では、多数の新型機を必要としたのだが、冷戦終結以降のアメリカ合衆国議会では、国防予算の削減圧力が強まり、軒並み国防予算が削減されていた。また冷戦後の戦闘機の運用スタイルは、高性能な機体を長期にわたり運用するスタイルとなっていたが、長期にわたり運用可能な。 高性能化及びハイテク化した戦闘機を開発するには極めて高いコストが必要となる。そのためにアメリカ国防総省では今後大量に必要となる新型機の開発にあたり国防予算の削減と極めて多額となる開発費の両方に対応を迫られることとなった。そこで開発費を抑えるために各軍の新型機の開発を一本化し、 各軍の要求を満たせる共通の機体を開発することとなった。そして1993年の共通開発を目指す計画が開始された。この計画がジャスト計画である。その後、このジャスト計画にカーフ計画や海兵隊の AV-8B 後継機開発に関する研究、アストベル研究計画が集約された。そしてその後、 ジャスト計画を修正、発展させ、元に一つの機体フレームから、通常離着陸型、短距離離陸垂直着陸型、関西型の3タイプを製造できる短座、短髪機の開発計画が開始された。これが統合打撃戦闘機計画である。JS 海計画には、その後、アメリカ海兵隊と同じくハリヤー,ーの後継を求めていたイギリスの海空各軍も加わった。 この時点における各軍の装備予定は、である。その他、いくつかの国が、JS 海計画に参加を表明した。JSF には主に NATO 諸国に輸出した初期型の F-16 などの各種戦闘機の代替用や、友好国向けの軍事援助用としての役割も、織り込まれ、参加各国の開発費の出資の割合に応じて、影響力を与えるという方法で、 国際共同開発として有効国に参加を呼びかけることでさらなる負担軽減を図ることとされた。JS 会計画は共同購入計量戦闘機計画と統合先進打撃技術計画の合併により誕生した。合併した計画は生産技術開発段階までは j ャ s t の名前で続けられ、その間に計画は統合打撃戦闘機となった。カーフは アメリカ海兵隊の短距離、垂直離着陸打撃戦闘機と、海 -16 の後継機を開発する、先進研究計画局の計画であった。アメリカ空軍は1980年代後半に、本質的に、大型ナ海 -16 に過ぎない海 -16、アジャイルファルコンを中止して、他の設計への熟考を続けた。ポール・ベバロクマは、空軍を説得して、 彼のチームの設計構想に垂直離着陸機構が取り除かれた海 -22 の保管機となり得る潜在能力を持たせた。その結果、海兵隊と空軍はまたの名を、先進短距離垂直離着陸機として知られる共同購入計量戦闘機の共同開発に合意した。それゆえに海 -35B が海 -35A を創始したと言える。 1993年に統合先進打撃技術計画が創始された。これが履行するのは国防総省の合衆国海軍の共通打撃戦闘機計画に関する審査である。この審査は国防総省を海 -22 と海 A-18E、海、e、計画の継続、MRF および A、海 X 計画の中止、海 -16 と海。 A-18C、D の調達数の削減へと導いた。ジャスト計画部はアメリカとイギリスの足したような航空機を単一系統の航空機へと置換することを目標として航空機、兵器、センサー技術を開発するために1994年1月27日に設立された。これらの成果の大部分は深い -16 を置換するために 1995年10月にイギリスは公式共同出資者になるための契約書に署名し2億ドルの支払いに同意した。または設計構想実演段階の10%。1997年にカナダ国防省は1000万ドルの投資と設計構想実演段階に契約した。この投資はカナダにボーイングとロッキード・マーティンが試作機を 開発競争をする広範囲にわたる厳密な競争工程に参加することを許可した。会マイナス35の風洞実験模型。この計画への参加国は出資額により数段階の参加レベルに分けられる。アメリカの重要な同盟国であり、計画にも初期から参加しているイギリスは強い発言力を持っているとされるが、ソースコードへのアクセスを断られるなど意見が、 反映されていないとの見方もある。ただし、イギリス以外は、システム開発実証以降に参加各国の海軍、空軍から出された要求すべてを、単一のフレームからの派生のみで満たす、という条件のもとで機体が開発された。1996年10月16日に、ロッキード・マーティンとボーイングそれぞれに、試作機を開発する2つの請負契約が授与された。 互いの会社は通常離着陸、空母離着陸、短距離垂直離着陸を実演する2つの航空機を製作することとなった。マクドネルダグラスの入札は、その設計の複雑性により、この段階で棄却された。ロッキード・マーティンとボーイングにはそれぞれに、構想実演機の開発と優先並走系統構想の明確化のための7億5000万ドルが与えられた。 この資金提供制限の目的は、一方または、両方の契約者が、このような重要な契約に勝とうとする努力により、彼ら自身を倒産させるのを予防するためである。構想明確化の間に、ロッキード・マーティンの航空機 X-35A と長い主翼を有する X-35C が、飛行試験を行っていた。 試験飛行中の X-35B 離陸する X-32B ロッキード・マーティン、ボーイング、マクドネルダ・ダグラスの3社が参加の意思を示したが、このうちロッキードとボーイングが概念実証機の開発を許可され、それぞれが概念実証機を製作することとされた。この際に、それぞれの機体の名称はロッキード製が X-35、ボーイング製が X-32 となった。概念実証機は2機で、空軍向けのクタール型、海兵隊向けのストブル型、海軍向けの空母艦載機型の3タイプについて、飛行実証を行うこととされた。搭載エンジンについては、海 -22 のエンジン、フラットホイットニー社の F119 から派生した海135が予定されており、そのバックアップに GE アビエーション。 ロールス・ロイス共同開発の F136 も代替エンジンとして検討されている。K136 は予算面からアメリカ政府により開発中止が検討されたが、R&R 社のあるイギリスの反発により開発は継続された。垂直着陸を行う機構については、X-32 と X-35 はそれぞれ違った方式を採用した。 X-35 では、エンジンノズルを下方へ変更するスラストベクトルノズルに加え、エンジンの回転を動力伝達シャフトを介して利用し、コックピット後方に装備した垂直水力専用のファンを回転させることで下方に向かって空気を噴出する方式を採用した。回十五 b のエンジンと垂直水力発生系一方の x 十二は、 全部圧縮機からの高圧空気噴射とジェットエンジンの高温排気をスラストベクトルノズルで下方へ噴射するというハリアーに似た直接排気方式だった。この直接排気方式では排気の熱で滑走路を痛める恐れがあり、さらには排気が混ざって高温、酸素不足となった空気をジェットエンジンが吸い込むと出力が低下する問題があった。この問題は実証試験中に露呈し、 垂直着陸中にエンジンが停止する事故もあった。また、X-32 は信用性低下とエンジン加熱の原因となるメインエンジン後部を循環する排気による熱気流の問題を抱えていた。ストブルタイプにおいて、X-35 はリフトファンを装備するのにあたり燃料タンクスペースを潰してリフトファンを装着する方式であるのに対して、 X-32 のストブルタイプでは、ウェポンベイを潰して、ストブル用の装備をする方式となっていた。2001年10月26日に、システム開発実証受け負い契約が、ロッキード・マーティンに与えられ、X-35 は X-32 に、勝利した。また、概念実証機の名称の X-35 から、 深いマイナス35という正式名称が与えられることとなった。採用に際しての詳細は公表されていない。だが、X-35 の性能を表す例として、統合打撃戦闘機の最終飛行試験がある。ストブルキ X-35B はわずか150メートルで、離陸した後調音速に到達し、垂直に着陸した。しかし、 ボーイング X-32 はこれを達成できなかった。その他、軍事雑誌等では前述したような X-32 の採用した直接排気方式のリスクについての予測がされている。詳細は X-32、X-35、及び回 -35 を参照2010年2月にロバート・ゲイツ国防長官は JS 海開発計画の遅延及びその他の問題によりデビット・アール・ハインツ少将を計画の統率から免職したこと、また6億1400万ドルの特別賞与がロッキード・マーティンに与えられていないことを広告した。2010年2月16日、国防総省補佐官、ビルリンは計画が1年遅延するであろうと広告した。いくつかの推計によれば、 開発期限超過は計画合計経費を3880億ドルまで増加させる恐れがあり、これは当初の予想経費から50%の増加である。計画の財政的、技術的困難の多くは垂直離着陸能力がある海兵隊版 JSF に起因する。重要なのはこのような期限超過は航空宇宙巨大計画として知られているものとしては決して唯一無二ではない。 ということである。2010年3月11日、アメリカが衆国上院軍事委員会は、国防総省公館との会合で、JS 会計画進捗状況を監査して、ナンマッカーディ制度の危険性のため経費を強調した。政府説明責任局によると、会マイナス35の単価は2002年の5000万ドルから2007年の6900万ドルを、 経由して2010年には7400万ドルへ上昇している。2009年4月にウォールストリートジャーナルは中国人らしき電脳工作員がデータベースに侵入して戦闘機の実兵有効性を損なう恐れのある数テラバイトの機密情報を盗み出したと報道した。ありがとうございます。